1枚好きなカードにタッチしてください。はい、じゃあこのカードを使います。ビート覚えてます？はい、ですか。このカードをですね、しっかり中ほどにこのまま揃えて戻してしまいます、うん、はい、じゃあ今から選んでもらったカード当てるんですけれども、ちょっと難しくして当てます、うん、こんな感じでカードをですね、裏表ぐっちゃぐちゃにしていきます、はい、こうすると、まあ、当てるのもそうなんですけれども、元に戻すのがすごい面倒くさくなりますね、うん、この裏表ぐちゃぐちゃ、これを揃えます。はい、こうするとね、表裏とか裏表とかいろんなカードがね出てきたり、こう裏裏で出てきたりとか、かなりカオスな状態で混ざってます。一回だけおまじないをかけます。そうすると今裏表すべてぐちゃぐちゃだったすべてのカードの向きが揃って、はい、1枚だけ表向きのカード、これがさっき選んでもらったカードです。どうもヒロムです。皆さん、いきなりなんですが、このマジック絶対に覚えた方がいいです。なぜならですね、このマジックね、すごい簡単なので、何回か見返してね、練習すれば必ず皆さんも大歓声をもらえるからですね。僕自身今までね、本当に大げさじゃなく何百回も演じてきたんですけど、受けなかったこと一回もないですね。だからもうそこはね、保証します。では早速解説していきます。まずはお客様に何でもいいので、好きなカードを1枚選んでそれを覚えてもらいます。で、覚えてもらったカードをだいたい中ほどに戻すように見せるんですけれども、この時に、一番下にこっそりと持ってきてコントロールします。ちょっと最初は難しいと思いますので、誰でもできる一番下に持ってくる方法を紹介したいと思います。まずカードを覚えてもらう時に、こんな感じで弾いていってストップをかけてもらいます。で、そこを分けてこんな感じでカードを見せて覚えてもらいます。で、そのまま戻すんですけれども、そのままやってしまうとですね、本当にこの選んでもらったカードの中にどっか行ってしまいますので、手首に角度をつけてこの位置からこうやって落とすとですね、カードがずれます。で、このずれたところがさっきの選んだカードになっていますので、このずれからそのまま持ち上げて、残りをこんな感じで適当に分けて持ってくると、混ぜてるように見えてこっそり下に持ってくることができます。右手の束を少し手前に持ってきて、斜めからこんな感じで落とすと段差ができます。そこから親指でこんな感じで持ち上げて、テーブルの上に乗せて下に持っていきます。選んでもらったカードをこっそりと一番下にコントロールして持ってきたら、今度はですね、親指でカードを数枚こんな感じで横にずらします。で、この横にずらした数枚のカードを右手を使ってこんな感じでひっくり返します。で、同じように数枚送って、今度親指でですね、この数枚のカードを取ってまた手首をひっくり返します。この動きをですね、一番下のカードになるまでずっと行っていきます。実はですね、これ裏表混ざっているんじゃなくて、上半分と下半分で表と裏に分かれているだけなんですね。お客様からはですね、こういう風にやっているとですね、なんか数枚置きにカードが裏表ぐちゃぐちゃになっているように見えるんですけれども、まあ、実際は裏表分かれているだけですので、安心してこの動きで混ぜていってください。そして一番下のカードは当然さっき下にコントロールした相手のカードです。で、このカードだけを裏向きにして一番上に持ってきます。そうすると今どういう状態かというと、一番上に選んだカードがあって、そして表のカードがずらーっとあって、そして残りはですね、裏向きになっている、この状態まで持っていきます。そして今この状態とカードが裏表バラバラの状態で、どこに何のカードがあるかわからないですねと説明しながらですね、これ分けて見せていくんですけど、はい、今出てきたように裏裏の部分が1箇所だけあります。この境目ですね、裏と表の、この部分をですね、開いて見せると裏裏が出てきますので、この裏裏の箇所をそのまま戻すのではなくて、開けてそのままこの分けた面を上になるようにして重ねると、表向きだった部分がひっくり返って、選んだカードだけが表向きになって、残りが全部元に戻っているという状態です。仕組みはこんな感じになります。このマジックはしっかりお客様に説明をしながら行わないと、何をしているのかっていう不思議さがね、半減してしまいます。この裏表混ぜるところもですね、突然何の説明もなしに始めたら、一体何やってんだってなってしまいますので、実演みたいに裏表ぐちゃぐちゃに混ぜたら当てるのが難しいですよね、元に戻すのが難しいですよねっていう状況を説明しながら行うことが非常に重要です。このマジックに限った話ではないですが、お客様を置いてけぼりにしないっていうのを意識して練習してみてください。はい、解説は以上になります。今回のマジック、技術的な部分で言うと、選んだカードを下にコントロールするっていう部分だけですので、まあ、そこをしっかり練習して手順を覚えればね、誰でも皆さんね、いろんな人を盛り上げられるはずです。マジック何を覚えたらいいか分かんないよっていう人はですね、とりあえずね、これだけ初心者の方は覚えておけば間違いないです。よく勘違いしがちなのが、難しいイコールすごいではないですからね、必ずしも。
このマジックをやればいろんな人盛り上げられるぞと思えばですね、かなり練習も楽しいと思いますので、ぜひ高評価ボタンを押してライブラリーから何回も見返して練習してください。そして覚えたらたくさんの人に披露してください。そしたらもういっぱいリアクションもらえますので、もうねマジックやみつきになると思います。こんな感じでこのチャンネルではですね、僕がね絶対これは覚えた方がいいよっていうおすすめのマジックどんどん紹介していきますので、チャンネル登録して次のマジックも楽しみに待っていてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。